宇和町はかつて、愛媛県東宇和郡に存在した町。宇和盆地を形成し、周囲を山に囲まれた国草地帯であった。八幡浜市、大洲市と宇和島市との間に位置し、また野村町、白川町方面への玄関口でもあるなど、南予地域の交通の要衝の一つであった。平成の市町村合併により2004年4月に自治体としては消滅し、旧町域は、 西予市上町となっている。肘川上流部の上盆地とそれを取り巻く山間部からなる。盆地は海抜200から400メートル程度、周囲の山々は400から800メートル程度の高さがある。山間盆地であり、気候は夏は海岸部より多少冷涼で、冬には積雪を見ることもある。農村地帯であり、稲の収穫が終わった水田にわらぐろを作る地域があり、 雪とのコントラストの風景は観光写真等によく登場する。また、霧が発生しやすい。この霧と盆地上の寒暖差が米の食味を高めて米どころとして知られる。宇野町中世以前近世明治以降、宇和町発足以降宇和町の系譜。町村製志工事、東忠、川地忠村、井上、岡山、田内松土、 大江、鴨、中川村、坂戸、清沢、木所、岩木、河内笠木村、小原岩木村、西山田、山田山田村、久枝、野田、小野田城、上村、栄町、上松陽、久下松陽宇和町、宇野町宇和町、鬼窪宇和町、伊賀上、港、下川西吉、明けましも、う村、 稲尾、新城、上城寺、田野中田の、辻村、明石、う、大洲市の一部、境界変更、明浜町、野村町、白川町、三亀町、あ、マイナス1929年12月1日合併から1922年2月11日合併、マイナス1958年8月1日境界変更。 平成の合併の上町以外の系府については、それぞれの町の記事を参照のこと。宇野町駅は、松山駅、上島駅間を結ぶ特急、上海が停車する地域の拠点駅である。遠距離通勤者や出張者もよく利用しており、周辺には巨大駐車場がある。他の駅は普通列車のみ停車する、典型的なローカル駅である。国道県道高速道路。ありがとうございます。